ヤクルト奥田は、お前らの想像の100倍壊れてる。ちなみに昨日投げた映像。ちな高津のコメント。報告を受けた高津監督は、正直、パッとしなかったですね。まだまだという感じと、早期の一軍復帰をして、徐々に少しずつでも前進してくれたらと、当面は2軍で調整させる方針を示唆した。もうトミー・ジュンしろよ。なんだこの投げ方。これが痛くないところを探しながら、投げてる投げ方やね。女の子みたいな投げ方やな。変な投げ方して新しいところ痛めるパターンやん。五十肩のおっさん。前に本人が痛くないところを探しながら投げてるとか言っててもう手術しろよって思った。やべえな、末期の吉野里みたい。なんでこんな硬くなに TJ しないんや。昔野球部やったおっさんの投げ方やん。こういう肘かばうような投げ方になるといよいよあかんな。伊藤智人の引退試合か。吉野里だろこれ。もう手術した方が良くないか。マジで甲子園が一番良かったな。チャンネル登録よろしくお願いします。